どうもこんにちは、みとしです。皆さん、なかなか食べてしますか？僕はよくするんですよ。例えば映画館とかで映画見るときとか、絶対僕なんか買って、最初の5分とかで食べ終わっちゃうんですけど、何か食べるんですよ。はい。あとは僕、Amazon のビデオプライム会員なんで、もうよくうちで映画だったりアニメとかね、見まくってるんですよ。で、その時もね、どうしても何か食べたくなっちゃうんですよ。で、ちょっとだけって持ってきて、見終わったら、全部なくなってるみたいな、そんなこともね、よくあるんですよね。多分これってね、僕だけじゃなくていろんな人経験してると思うんですけど、今日はですね、このながら食べを使った検証をしようと思いまして、ながら食べだったら無限に食べれるんではないか説をやってみようと思います。珍しく結構ね、 YouTuber っぽいことをやってみようかなと思いまして、はい。そういうわけで今日はですね、マック、タルト、パン、ピザ、ミスド3つ、ティムタム、ウォンカ、スナック、はい、おそらく僕でも食べきれないである量を買ってきたんで、このですね、食べ物を使って検証していこうと思います。ちょっと珍しく結構やる気が入っております。ということで、はい、ということで、ながら食べの現場にやってきました。で、今日はですね、ここにあるパソコンでアニメを3話ぐらい見ようかなって思ってます。その間にですね、これを食べていくって感じであります。で、今日は無限に食えるかっていう検証なので、食レポはなしと思ってください。はい。ちなみにアニメはワンパンマンっていうアニメを見ます。もちろん太ることなんか気にせず本気でやっていきます。はい。で、アニメの音声とか入っちゃうと良くないので、それはこのワイヤレスイヤホンで聞きながら、で、多分基本無言で食べると思うので、その間ですね、また実況をもう一人の僕に任せようかなと思います。では、いただきます。どうもこんにちは、わしはミトジンや。はい。ということで、これから実況をやっていくよ、はい、はい、最初に食べてるのがこれがチキン、チキンタレタ。はい。マクドナルドで、新しく出てたやつですね。これが食ってるんだけど、食ってるよ。食ってて食べてますね。これがね、すごい美味しかったけどね、これながら食べしてると不思議なもので、しっかり味を覚えてない、しっかり味を覚えてないんだよね。けどすごいね、これタレとかがすごいついてて、めっちゃうまかった、うまかったんだよ。食ってるよ。もう食べたい、見てたら食べたいんだよ。食べたくてね、もう仕方がなくて食べてますね。今ね、これワンパンマンっていうワンパンマンアニメ見てるんですけどね、これね、めっちゃ面白いからみんな見てみて、すごい面白いよ。で、そろそろ食べ終わりそう。早い。もうこれ肉厚ですごい美味しいよ。もうね、一つ食べただけですごい、もうなんかお腹になかなかたまりそうなね、それぐらいの食べ応えがあったよ。次がこれ、早速ね、マクドナルドを食べて、違う、アメリカンドッグだね。アメリカンドッグを食べてる。これね、イオンでね、買ったんだけど、やっぱり、ね、コンビニとかとはちょっと違うのが、やっぱりね、少し揚げ物感が他コンビニとかよりもね、強いかなって思いましたよね。結構ね、このイオンのやつも結構好きなんだよね。これが美味しいよ。食べてるよ。食べたい。もう今食べたいね。これ見てると、しっかりカリカリの部分もちゃんと食べるよ。カリカリの部分もちゃんと食べる。はい。ごちそうさまでした。はい、口も拭きます。あと、ここでティムタムに手を伸ばしたかと思いきや、これはカロリーミットね、血糖値は気にしてるみたい。ちゃんとね、やっぱ血管とかにね、良くないみたいなんで、血糖値がね。おっと、ここでピザ、これカリってしてるんだよ。これ皮が薄めで、しかもトースターで仕上げてるから、そカリってなるの、これ。だからカリカリ系のピザ、で、これ照り焼き味だから、すごいね、照り焼きのタレ、甘いタレがね、すごいこのピザと合うんだよ。もうね、チーズのまろやかさ、あ、すげえ合う、合うんだよ。食べ終わっちゃった、早いな。やっぱね、ながら食べしてると、バンバン食べちゃうよ。顎が疲れてきたです。はい、顎がね、疲れたみたいで、そう、結構ね、噛む力が強いわけで、結構最近筋肉ね、ついてきちゃうぐらい強いみたいで、これがね、ミスドです。
ストロベリーですね、これ。ストロベリー、ストロベリー食べてるよ。もういちごのね、あの甘い感じがすごい美味しいんだよ。また食べたいな。見てるとごめんなさいね、もうすごいうるさくて。あ、次これ、マクドナルドまた来ましたよ。チーズダブチ、ダブルチーズバーガー。僕ねこれね、あの大好きな、 おじちゃんも大好きでね、よく食べるんだけど、やっぱねこのチーズ、このチーズで挟まれたパテ、もうこれがもう最高。肉肉しさとチーズのあのとろける感じ、あれがね合わさった感じがすげえ好きなの、いやうまそうだな。もう本当にこれごめんなさいね、本当うるさくて。ゆっくり見たいでしょ、うるさくてごめんね。もう食べちゃった、もう食べちゃった、早いな。はいはいはい。おでカロリーミットで、感想。おで次がこれカーネリング、そうこれイオンね、これもイオンで売ってたんだけど、あのカーネリングポテト揚げてる。これ見た目も芸術的でね、すごいね、ポテトホクホクに出来上がってて、ね、ポテトの甘みがしっかりあって、だけどちゃんと油感があるんだよ。1話見終わりました。おとここで、あの1話早い、もう見終わったけど、だいぶ食べたな1話の間で。すごい食べたよね。うわーもうこれ美味しそう、これもまた食べたいな、もう本当に食べたいな。あーしまった早い、まあけどね、ちゃんとこう見捨てる時もしっかりアニメを確認すると。お次これアップルパイ、落としちゃった、まあ、食べるね。はい、アップルパイこれね、これもイオンに売ってたんだけど、うわーほらね、これグッとするぐらい、アニメ見てるのにグッとしちゃうぐらい美味しい。もうねこのアップルパイ甘くてね、ひんやりしててね、もう口の中にどんどん甘みが広がってくるんだよね、このアップルの。美味しいんだよ。あ、全部食べちゃった。もうタルトのね、あの甘さもいいですよね。で、口もしっかり拭いて。おーっと、ここで、ね、甘いの言ったらやっぱり、あの、塩味欲しくなるから、ピザ食べちゃうね。ピザを食べちゃうよ。ピザを食べてるよ。はいはいはい。あの、カリッとしたね。けどやっぱこれちょっとだけ時間が経ってるから、あの、少しだけね、あの、硬くなっちゃってるんだけど、まあ、それでも普通に、あの、美味しかった。あのね、なかなか食べしてると思ったのが、あのね、あの美味しさっていうのは確かにその味っていうのは少し半減するところはあるかもだけど、やっぱね逆にあのマイナス面も半減されるんだよね。だからあの何かを見てるっていう幸せと何かを食べる幸せが一緒に合わさったっていう、そこがねまたいいところかなと。あ、次これが、あ、ミスド、これね美味しかった。くるみの、何だったかな、くるみ、そう、とりあえずくるみのチョコのオールドファッションだよ。そう、それがね、くるみチョコファッション。そう、これ美味しい。オールドファッションのポキって折れる感じがチョコが上にかかってるから、それも一緒に合わせてポキって、あれ青色になった。覚醒してるというか、いつの間にか覚醒している。いつの間にか覚醒してます。なんだこれは。なんとここに来て、青色になりました。青色になった。はあ。で次食べてんのが、これがね、あのパン屋さん、これはね多分皆さんはおそらく買うか買わないかというか、まああんま分かんないようなところで売ってるんですけど、パン屋さんね売ってたんだけどね、これが、これがね、ホットドッグ、粗挽きの上にごまの、マスタード、しかもチーズが乗ってんのね。これすごい美味しい、パリッとして美味しいな。もう食べちゃった、もう食べちゃうんだよね、もうどんどん食べちゃう。でなんとここでウォンカだよ。ウォンカ美味しいのこれ、ほらこの音ね、もうゴリゴリ、しかも中にトロッとしたキャラメルが入ってるんだよ。うめえんだよこれが、ゴリゴリ感とそのトロッとしたキャラメル、最高すぎるんだよな、もうこれは。あーで、おいて、なんとここでティムタム2話目見終わりました。2話目見終わってみたいな。ティムタムから始まる、3話目かな、3話目だね。うわうまそうだな、これティムタムザクザクでね、でホワイトチョコが甘くて美味しい。でなんと次はね、あのここでオリジナルの方、ティムタムのオリジナルの方も食べる。うわーザクザクしてるよ、美味しそうだな、もう食べたい、見てたら食べたい。いやーうまそうだな。ダブルだよ、ダブルで、うわーこのダブルのザクザク感、ホワイトチョコとねオリジナルのチョコレートの、うわー融合だよ、美味しそうだな。食べてるね、また食べたいな。ティムタムね、今日成城石井行ったんだけどね、あのティムタム売ってて買おうかなと思ったよ。あとここでなんとまたね続けてウォンカ、いいねこの音。
ゴリゴリ感、チョコのゴリゴリ、中がね空洞になってるんだよね。これがまた良くて、パリッと感をさらに増幅させる。そこにねトロッとしたキャラメル、これが最高で、ここに、すかさずホワイトのティムタムを食べる。もうこれがもうなんとも最高だよ、うん、いやー美味しそうだな。おっとここでね、まあ、血糖値は気にするんでカロリーミット流し込んでると。でまたすかさず、ウォンカ、ね、ウォンカウォンカどうしようかな。ちょっとまた食べたくなってきたな。香りに買いに行こうかな。ちょっとこの後、あ、なんかね聞いた話だとウォンカ製造終了するらしいから、まあもし見つけたらパパとね買いに行こう、買いに行こう。製造終了しちゃったら食べれないからこの美味しさ。こっち見た？何？うわー全部食べちゃった。これね1列で120キロカロリーぐらいあるからご注意だよ、うん、おーでここでねまたまたティムタムを、食べる食べる。確かねこの辺ぐらいからあとティムタムしか食ってなかったような気がするわ、うん、わー食べるよ。ザクザク感、ティムタムのザクザク感、これがねすごいいいの。食べる食べる食べちゃうよ。ということでアニメの途中だったんですけど、さすがに腹に溜まってきたんでここで検証終了とさせていただきました。やっぱね重量的にきますね、すごい食べてると。はい、ただながら食べすごいなって思ったのが、まだ軽いものだったらいけそうな気もしたんですよ。はい、まあということで今回の検証結果を僕なりに言ってみると、ながら食べしたら通常の 3,4 倍くらいは食えるって感じですかね。はい、まあ無限とはいかないですけど、やっぱりねながら食べしてると満腹を感じにくいのかもしれないですね。だからまあダイエットしてる方は本当に注意ですよね。まあ皆さんもながら食べにはご注意ください。ではこの辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。